はい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかあれやな。なんかさ、3DS とかの、おお、なんだ？リセットさん。あ、どうも、はじめまして。朝早くから失礼します。私、リセットさんと申します。この度は町へ行こうよ動物の森をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。丁寧だね、リセットさん。社長になり変わりまして、私が。そんで、何やったかいな。あー、めんどくさい。もう、ええわ。一瞬顔が。あー、ごめん。そう固くならんでええよ。どうも、牛の顔を見ると怒られると思う人が多いみたいだな。おっちゃん、こう見えても結構フレンドリーなんやで。ま、そんな話はどうでもええねんけど。今日はちょっとお願いしに来たんですわ。なんか後ろですごいご機嫌な、タモッツが。たぬきちくんからも聞いたと思うけど。動物の森に正しい終わり方って知ってるよね。そうそう、屋根裏部屋のベッドに寝るだけなんやけど。それ以外にセーブするのボタンを押して済ませることもできるんやで。セーブするのボタンって、メニューにあるんかな。まあこうしてわしに合ってるということは、君は正しい終わり方をしてくれたんやと思うけど、今後もそれを続けてほしいんですわ。セーブせんとリセットボタンを押したり、Wiiメニューに戻ったりせんといてほしいと。そんなもん遊ぶ人の勝手やろってのもわかるんですけど、このゲームだけはできるだけリセットせんと遊んでみませんかって提案させてもらってますね。と、また話が長くなってしもうた。つい長話してしまうのは、わしの悪い癖なんですわ。そろそろ失礼しますけど、もしリセットしはることがあったら、また注意しに伺わせてもらいます。鬱陶しいかもしれませんけど、これも仕事なんで堪忍しちゃってください。ほな。リセットさんはあつ森ではクビになったと聞いたけれど、どうなんだろうか。そしてやっぱり一回ぐらいは、ね、あえてリセットさんを出したいという気持ちもあるんですけれども。待って、カーソルが出てこないぞ。どこ行ったカーソル。あ、あった。母よりって書いとった、今。ちょ、しっかりして。はい。読みます。あゆなえ、新しい暮らしにはもう慣れました？自分の力でしっかりやるのよ。引っ越し祝いです、母より。私、この便箋好きなんやけど、可愛くないなんか。排水口映ってるけど。ハッピールームより。あ、あれやね、本間さんとこの。あゆなさんへご案内。この度はご入居おめでとうございます。当アカデミーではより良い暮らしのアドバイスを無料でさせていただいております。ぜひ町までお越しください。ハッピールームアカデミーより。町まで行かんかったら、評価が危険ってことか、めんどくさいね。めんどくさいね。あ、これプレゼントどうやって取るの？もしかしてこれ、上に乗けんといかん、ん、違うか。下にしまわれたんか、上から。ちょ、待って、ちゃんと。え？で、プレゼントは？どこ行った？ここか？持ち物。で、手紙。こ。で、ここから取ればいいってことかな。ちゅう。こっちこっち。あ、プレゼントを。あー、ちょっと待って。プレゼントを外す。はい。あ、そうや、私空き缶拾っとったんよね。もうお金貯まって、ローンも返したけんさ、まあ、次のローン組んだけど。あー、ありがとう！助かる、めっちゃ助かるやん。仕送り、センベル。ちょ。え、お財布に入れるとかいうことできないのこれ。え？え？違う。え、お財布に入れれないんすかこれ。え、なんかできんねえけど。あ、ここで？もしかして。ここでこういう。あ、増えた。なるほど、そういう感じなんやね。ふん。やっとわかったわ。オッケー。さあ、ってことで、なんか 3DS とかのさ、こう、飛び盛りの映像を見とったらさ、なんかめっちゃ、家の周り荒れ地じゃねって思ってしまう。そんな感じするよね。どうも。おはよう、さゆな。どうも、バヤシコフ。お前、さっぱりしてるな。どういうこと？オイラはもう雨まみれだぞ、なんつって。そうだよな。ちょっと見てくれ。
オイラの今日の服、どう思う？お出かけしてもいい感じ？うん、見えないけど多分。多分。なんだか不安なセリフ。お前はもっと自信持ってかっこいいって言ってくれなきゃ、なんちて。なんちて。下手に高い服着ると緊張しちゃってさ、見えが取れなくなるよな、なんちて。八番玉の服よね。別に高い服じゃないけんいいと思う。高くないよね、別にあれ。あ、ここは自分の家か。自分の家は常に電気ついてるの？私今家の中にいないはずなんだけど。あれ？てかみんな家の中に、あ、いる。ここ誰の家だった？あ、あれか。あの、名前を忘れた。名前を忘れたけど、セレブっぽい感じのやつ。あ、いたいた。どうも。あら、いらっしゃい。大してお困りはできないけど、ゆっくりしてってちょうだい。ミランダだ、ミランダ。あ、めっちゃなんか雷鳴ってない？ねえ、ピカピカ光る夜。やば。というかね、あのなんか、街の端っこにあった、なんか会員専用の店みたいな。紹介状を書いてきてもらってくださいよ、みたいな言うときで、あれはどうやって書いてもらえばいいの？ちょ、もうすでに。は。どうやって誰に書いてもらえばいいの？住民のみんな別に書いてくれないんだけど。書いてくれないんだけど。あ、てかさ、あれやね、私の家でかくなったんじゃないの？そういえば。ローン払い終わったけんさ、なんか見た目的に対してわからんねえけど、元からこんな大きさじゃなかった？違った？最初の一段階目は、見た目には変わらんねやっけ。中身が広くなっただけ。あー、ほら、広くなったー。ね。ね。広くなったよ、よかった、よかった。これで。よ。よいしょ。広くなったけど、大して置くものもないしね。めっちゃ微妙な感じやけど、まあ、これから家具も増えていくでしょう、ということで。なんかこの、2階は広くならんのよね。1階だけよね。なんかこっち側から調べたら、ベッド入れ替えれるらしいんよ。ということはだよ。下にあるベッド、やっぱり1階にも2階にもあるっていうのはあれやけん、あれを上に持ってくればいいのか。ということやけん、これをしまって、じゃ、上に、あ、出た！出た、出た！もしかしてあの町の紹介状がどうのっていうのは、聞いてすぐに住民に言いに行かんといかんかったんかな？なんか間が空いたらいかん的な、あれかもしれない。もう一回行ってみる？はい、そしてベッド入れ替えます。はい、このベッドね。モノクロベッド。オッケー。ふぅ。めっちゃ床を変えたい。超床変えたいけど。まあ、でもベッド変えれたけん満足。さあ、それじゃあ、町に向かいますか。町。か、私、今、傘も持ってないけんね。つら。あ、てか、そうよ、結構遠かったんやっけ？よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、そういえば私、あれやんね。バス停の奥にある、そう、ここにも、まだ入ったことなかったよね。今のは？ダルマか？じゃーん、関所の中。まあ、ここからなんか通信とか、3DS のやつで言う、駅？あのなんか、お猿さんがおる。駅みたいな感じ。この二人ってさ、警察の二人よね。あのなんか、モダンな、交番と、和風な交番やっけ？の二人じゃない？はい、私に何かご用でしょうか？もともとは門番やったんやね。めっちゃかっこいいやん。変わったことは？
はい、どれくらい前か忘れてしまいましたが、かぶりのかぶり場さんがここを通ったような気がします。多分しっかりして多分とかそんなほわっとした。ここはアイナ村の関所であります。アイナ殿が他の村にお出かけするときや、お友達にアイナ村へ遊びに来てもらうときは、私に声をかけてほしいであります。そうすれば速やかにそちらの門を開けてお通しするであります。ところで私に何かご用でありますか？うん、大丈夫そうでありますか。ご用の際、声をかけてくださいってあります。てかさっき落とし物もここで確認できるんやね。交番と同じような役割という、交番と駅が一緒になった感じってことかな。落とし物ある？今のところ誰のかわからない落とし物を、6個、上へ預かってる。今のところないかと思った。6個ほど預かっていたと思います、多分。結構あるんだね。ちょ、カーソルよ。カーソルよ、しっかりと動いてくれ。着陸船？着陸船とは一体？なんか船の模型的な感じってことかな。んで？く。ああ。で、これが、中華な便箋。そして、服は？服気になるの。チェッカーの服。あの白黒のやつか。微妙やねん。あ、雪降る便箋とか絶対可愛いやつ。ほ、落とし穴の種もあるんやね、ちゃんと。そして、これは？コンロ台。コンロ台1階に置こうかな。よいしょー。ずいぶんとたくさん引き取っちゃいましたね。あ、いや、問題はないと思います、多分。自信なさすぎでしょ。もっと自信持って。ってことは、かぶり場さんがそこら辺を歩いているということか。あ、だるまん、やっほー。なんだよ、うるせえな。俺、雨の日はご機嫌斜めなんだよ。あ、アイナかっちゅうね。なあ、アイナ、ちょいとくだらねえ質問に付き合ってほしいんだがよ。正直なところ、俺の今日の服装は年相応かい？君の年がいくつかわからない。ちょうどいいんじゃない？まあ、多分。お、そうかい？おめえにそう言ってもらえりゃ一安心だぜ。素材に惹かれて買ってみたもの、形が若すぎる気がしてよ。内心ビクビクしながら来たのさ、ちゅうね。中年やったりとかするんかな。あ、かぶりばあさん。あれまあいらっしゃい。かぶり一筋60年。日曜の午前中といえば、このかぶりばあさんにお任せだよ。ところでお客さん、かぶについてちょっくり説明したいんじゃが、聞きなさるかね。教えて。まずはじめに言うておかねばならんこちらがな。かぶには白かぶと赤かぶの2種類があっての。赤かぶ？もちろん、かぶじゃから食べ物には違いないのじゃが、自分が食べるために買いなさるお人は、まあ一人もおらんじゃろうね。みんなお金儲けをするために、このかぶを利用してなさるんじゃよ。もっと聞きなさるかね。聞かせて。村にたぬきちのお店があるじゃろう。あそこで白かぶも赤かぶも売ることができるんじゃよ。特に一般的にかぶと言われる白かぶの値段は、毎日上がったり下がったりするだで、わしから買った値段より高くなった時に売れば、儲かるってわけじゃよ。反対に安い時によると損してしまうのは言わんでもわかるじゃろうな。まだ聞きなさるかい？うん、赤株の説明が聞きたいの私。ここからが重要なんじゃが、この白株は一週間経つと腐ってしまうんじゃよ。わしは毎週日曜日に株売りに来るだで、土曜日たぬきちのお店が開いているうちに売ってしまえればお客さん、大損することになるだでね。それだけは気をつけた方がいいよ。とまあ長い話に付き合わせてしまってすまんかったの。お次は赤株について説明しようと思うのじゃが、まだ聞きなさるか？当然そこが聞きたいの。赤株は種をまいてお客さんに育ってもらう株でしての。毎日少しずつ大きくなっていくのじゃが、一日でも水をやらないとすぐにダメになってしまう。あ、自分で育てる。あ、そっか、白い株の方はそうじゃなかったんか。株自体を買って、売る。下手っても水をやれば元気になる花と違って、世話の焼けるやつですじゃ。なども手がかかるだけあって、結構な値打ちもんでしたな。大きく育った赤株は、そりゃあタコを売れますのじゃ。一週間ぐらいに取り入れる時まで大事に育ってくだされ。とまあ赤株についてはそんなところかね。ほんでなんだね、お客さんの驚みはどっちかね。
じゃあ赤株買いたい。いくら？お客さん、赤株の何をどうしたいというのかね。どういうこと？買いたいです。この赤株の種で良ければ売って差し上げるが、何分今日は一個だけしか持ってきておらんじゃよ。おー、センベルマジで高え、でもそれ以上に高くなるってことだよね、きっと。でもこれは毎日値段が変動するものではないということだ。日本方法、毎度あり。水を切らさんように大事に大事にそうやってなされよ。今日はありがとうね。また買いに来ておくれ。ちなみに私はジョウロを持っていない。だから、ジョウロを買ってから植えようと思うんだ。一瞬人かと思って。めっちゃびっくりしたよ。ってことだから、今日はね、埋めたらまあ雨で水をやらなくてもいいとは思うんだけど、ただこの先、水をやれないから、あ、上やっけ。タヌキチの店上やったね、そういえば。ちょ、降りてきてしまったじゃねえか。とりあえず、ジョウロを買ってからじゃないと、おいらない時にはカーソル出てくるんよね。ちゃんとしてくれねえわ。なんか、びっくりしたー、めっちゃ落とし物って思った。毎回びっくりするやん、ちょっと。いや、なんか、あんなにいっぱいおると思わんしさ。あ、花咲いとる。花も咲いとるし、ほら、木も育っとるよ。あ、花は最初から咲いとったわ。咲いとるやつをそのまま植えただけやわ。木が育っとるよ。あ、ジョウロ置いとる置いとる。いらっしゃいませ。お家の建て直しできてたでしょ。見てくれたんだもん。見た見た。ちょっとでもお部屋が広くなってよかったんだなもん。さてと、それじゃあお家の代金。12万ベルいただきまーす。あ、でもでも今じゃなくっていいんだもん。また ATM から僕の口座に振り込んでほしいだらもん。のんびりゆっくり払ってくれたらそれでいいからね。これからもうちのお店をごひいきんだらもん。今回はゆっくりゆっくり行きますよ、私。はい。で、ジョウロをください。それはジョウロだらもん。お値段は500ベルだもん。いかがだもん？買っちゃいます。毎度あり。確かに500ベル頂戴しましただらもん。あとはアイナさん。ジョウロの使い方はわかる？よかったら使い方を説明するだらも。大丈夫です。それならよかったらも。便利な道具だからきっと気に入るだらも。あれよね、私。スコップは持ってたよね。その化石とか持っとったけ持っとったってことよね。ありがとうございました。またのご来店お待ちしてるだらも。この赤株っていうのは、一個しかないよね。一個だけ育てるっていうのもなんかすごく変な感じがするけど。まああれか、牧場物語じゃないけんね。別にあれなんやけど。あ、でも、そう考えたら、飛び盛りって別に、そんなね、野菜を育てたりとかせんし、新鮮な感じがする。自分の家はどっか、これか。じゃあ自分家の隣で育てようっと。どこだスコップ。はい、スコップ。この辺を、サクッ。そして、持ち物。はい、持ち物で、赤株。これか、赤株。赤株の種。ん？これをどうすればいいんやろ。ん？どうすればいいの？これ。あ、これか。赤株の種を地面に植える。あ、植えた。で、今日はとりあえず雨降ってるけんこれでいいってことよね。すげえ、ちゃんと株や。でもあれ、種を植えたっていうよりはもうできとる気がするけど、実が。どういう状態になったら取れるんやろ？わかるんかな、ちゃんと。見た目で。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、赤株がどんな風に育つんかが楽しみ。ね、白い普通の株しか見たことないし。